いよいよね。今日の彼のスケジュールはどうなってる？1限から5限、朝からみっちり詰まってます。1限開始時刻は0850、今から21分後です。ギリギリね。ではこれより MR 作戦を開始するわ。シンジ君、絶対に起きるのよ。起床アラート発動準備。了解。スヌーズ間隔は1分に設定。携帯バッテリー残量は 100%。 第1第2カーテン開け。ラジャー、起床アラート5秒前。4 3 2 1、アラートオン。シンジ君、頼むわよ。うるさいな。ミサトさん、目覚ましになってますよ。指示、応答なし。ノーパルス神経接続に異常です。脈拍基準値より低下45。拡張気圧75。低血圧を確認。ターゲットの MRI データからレム睡眠を感知。このままでは目覚めません。こんな時に。作戦をシグマに移行しろ。しかしそれは。構わん、やれ。了解。作戦をシグマに移行。バケツ発射台用意。動力システム起動。冷静状態異常なし。安全ロック解除。発射位置固定急げ。末端運動神経に伝達。発射開始まで残り5秒。3 2 1、発射。ターゲットに生命活動の反応あり。脳波にアルファ波を観測。覚醒してます。脈拍70、正常値内。ターゲット起床します。なんだよこれ。こんなのないよ。ここまではシナリオ通りか。ああ。どうして僕だけこんな目に。時間がないわ。ターゲット一回誘導急いで。ターゲット一回誘導。第二次フェーズルーティン突入。洗面所へ到着。上水道制圧問題なし。バルブオープン。水出ます。水温296ケルビン、適正温度です。続いて対顔面用洗浄クリーム発射。泡立て異常なし。洗顔開始。レイ、聞こえる？ターゲット45秒後に地点エリに到達するわ。サポート、お願いね。了解。続いて、大破用研磨装置作動。機種は？歯科医がおすすめする歯ブラシ第17位、デンタルガムです。上水道水質安定、問題なし。洗浄水確保。ブラシコード45、やや固めです。研磨台、ベスト。ブラシ振動、開始。作戦をキッチンフェーズに行こう。レイ、シンジ君を救ってあげて。キッチンコンロシステム立ち上げ開始。 SI センサー感度良好。炎感知センサー、温度感知センサー、共に異常なし。換気フィルター、潮流加熱防止装置作動。回転数は 2500rpm を維持。点火プラグに問題なし。いつでもいけます。強化力バーナーにフライパンをセット。ガス点火。火力調節済みを出力最大へ。1500万ジュールパワーで固定。インジケーター確認異常なし。アルトバイエル用意。装填数6本、正常値です。潮流油投入。続いて第1次鶏卵投入準備。地球の自転による落下地点誤差修正。 X 軸方向にプラス 0.0005mm 修正。照準調整完了。発射。早くしないと焦げつくわ。間髪入れずに第2波行って。第2次鶏卵投入。照準合わせ完了。発射。ターゲット洗顔終了。地点 L に誘導。着衣乾燥開始。服装パターン EDL を導入。ラジャー。鶏卵にタンパク質の変性を確認。アルトバイエルの出撃要請。アルトバイエル不時準備。アルトバイエルフェンダー発射。すぐ閉じて。完璧ね。ターゲット地点 L に到着。運搬急いで。チームにお待たせ。ありがとう、アナミ。いただきます。ターゲット捕食を開始。うん、アナミとっても美味しい。ターゲットの脳にベータ波を観測。180、急激に増加しています。パターン青、体内に人の存在を確認。排便中枢に電気信号受信。自動体外排除システム作動。緊急収縮を確認。肛門にも同様の反応が出ています。大腸の過剰粘動運動を確認。大腸の内圧上昇、基準値大幅に超えています。やむを得ないわ。行動パターンを D に。シンジ君聞こえる？
直ちにレストルームに行って、これだよ、美里さん。本部にはできないよ。言うことを聞いて、これは命令よ。やっぱり僕じゃ無理なんだよ。時間通り投稿するなんて。高温圧上昇。もうこれ以上は危険です。また漏らすのか？そうだよ。どうせ僕にはできこないんだ。現時点をもって、ターゲットを学校から退学。いかに？子供の排便に付き合う暇などない。あいつの代わりなど、いくらでもいる。待ってください！彼は逃げずに投稿しようとしました。彼が行かないと言わない限り、彼に託すべきです。漏れちゃダメだ、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 漏れちゃダメだ。救急車、第1から第6区間、緊急車レベル、最大時。外出予定時刻まで、残り1分を切りました。もう間に合いません。内高温活躍菌、蒸発。腸内環境汚染度 99%。 ダメです、今すぐ排出しないと。行きなさい、シンジ君。誰のためでもない、自分自身の願いのために。シンジ、よくやった。シンジ君、あなたのおかげで便座インパクトは阻止されたわ。ありがとう。シンジ君、よくやったね。おめでとう。シンジ君、おめでとう。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 シンジ君、おめでとう。はい。